ごい楽しかったです。コレクションだったりっていうの出るのはちょっと自分の中で夢だったのですごく嬉しかったです。ちょっとアドリブの部分だったりもあったので、とにかくやるしかないと思って、まあがむしゃらにめちゃくちゃやってやろうと思ってやりました。 SNS だったりで載せて結構見てくださる方が周りにかなりいて、僕が出てるのに気づかなくて、後々僕に聞いたりとか SNS を見て、あれそうだったんだっていう声がかなりあったので、なんか面白いなと思いました。オーディションの時にゾンビの真似をしてくださいって言われてやって、その時点でうすうすこれ私来るんじゃないかなって思ってから、なんかもちろん嬉しかったんですけど、よっしゃみたいな感じでした。フィッティングの時にこれで行こうと思うんだよねって言って、呪怨のポスターの写真を出されたんですよ。ああなるほどって思って、それめっちゃ好きです。ガチホラーっぽくてちょっと笑っちゃいました。タブレットの服だから、私その出てる人もみんなモデルだから、おしゃれさもあり、なんかユーモアとか可愛さもあって、すごいいいムービーだなって思いました。私が今まで出たショーの中で反応もらえたのが一つだなって感じです。チャオチャオ、すごい良かったよ。みんな可愛い子いっぱいいる。メイクも可愛い、服装可愛い、完璧パーフェクトね。すっごいかっこいいよね。もうイタリア人みたいにかっこよかったよ。完璧でしょ。インスタグラムで写真アップしたら、ダブレットのショーに出れるのはすごいよって何件かコメントもらったよ。最高に嬉しかったね。私は今ジローラモのモノマネしてるサブローラモです。ジローの次はサブローラモ、レオンの表紙目指してます。頑張ります。今年ハロウィンできないんで、すごいハロウィン味わいながら始まったよね。ちゃんとガチメイクされたんで、いやでも俺らで一番怖かったですよね、きっと。正直タブレットさんのショー出てからゾンビの双子しかやってないです。すごい自分たちに初めてこんな似てるんだみたいな、わーってよね。確かに自分たちにも分かんなかったですよ。しかも私入る服あるのかなサイズ的なちょっとね、ちょっと特殊体型なので大丈夫かなって、それが心配でした、ね、私っぽかったですよ、ね、熊柄なんかハッピーな感じで、あ、よかったと思って嬉しかったです。普段からまあこういう感じの格好してるので、まあ、毎日ハロウィンみたいな感じだから、そのハロウィンみたいなのもしたことがなかったんですよ。だからなんか新鮮、新しいなんか自分を発見できました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。